ただいまの厚生労働大臣の趣旨の説明に対し、質疑の通告があります。順次これを許します。上川陽子君。自由民主党の上川陽子です。私は自由民主党を代表して、ただいま議題となりました公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして質問をいたします。まず厚生年金基金についてお伺いします。この制度は昭和41年に経済界からの要望を踏まえて創設されました。企業が任意に設立する私的年金でありながら公的年金の一部を代行するという公私両方の性格を持つ仕組みでございます。制度創設当初は折からの高度成長を背景にスケールメリットを生かした運用などの代行メリットが推進力となり、任意設立の制度ではありましたけれども多くの基金が設立されました。最盛期には基金数は2000近くに上り、厚生年金の被保険者の3人に1人が加入しておりました。このように厚生年金基金は退職一時金が主流であった我が国において企業年金という仕組みを普及させることに大きな役割を果たしてきました。しかしいわゆる平成バブルの崩壊以降の金融市場の悪化により運用のスケールメリットが逆にデメリットになるようになりました。このため厚生年金基金は平成10年度以降新設されておりません。また上場企業に対する企業会計基準の見直しも相まって平成15年から16年にかけて大企業を中心に800基金程度が代行返上を行い、新しく導入された確定給付企業年金や確定拠出年金に移行をしました。また同じ時期に400基金程度が解散し、厚生年金基金はピーク時に比べると3分の1に減少をしました。このように代行を柱とする厚生年金基金は企業年金の普及という役割を新しい企業年金制度に譲り、時代の流れの中で緩やかにフェードアウトしていくという段階に入っております。しかし中小企業が設立する総合型基金につきましては多数の企業の合意形成が難しいこともあり、こうした環境変化への対応が遅れました。また産業構造の変化や金融環境の激変により解散するときに国に返還しなければならない代行部分の資産もない、いわゆる代行割れが増加しました。現在では全体で約560弱ある基金のうち500弱が総合型基金で、その4割が代行割れになっております。こうした代行割れ基金が解散する場合、不足額は母体企業が一括で埋めるのが原則です。しかし母体企業の多くは繊維、建設、タクシー、トラック、ガソリンスタンドなど経営が厳しい業種です。解散したくともこうした不足分が払えず前に進めないという状況が続いていました。昨年のいわゆる AIJ 事件はこうした厚生年金基金をめぐる構造的な財政問題を表面化させる契機となりました。この代行割れ問題の早期解決にあたっては、企業年金を持たない厚生年金の被保険者の方々に付け回しをしないという観点から、不足分については基本的には母体企業で責任を持って負担していただく必要がございます。一方で地域経済を支える中小企業が年金倒産をしてしまっては、地域の発展、雇用の確保という観点から大きな社会問題になりかねません。今回の厚生年金基金の改正案では、この2つの観点にどのような配慮をした改革案となっているのでしょうか。総理にお伺いをします。またすでに
代行割れとなっている基金の早期解散を進めるとともに、代行割れが中小企業に与える影響や基金と関係のない企業やその従業員に与える影響を考えれば、この代行割れを再び起こさないよう制度改革も合わせて行っていく必要があります。この点について本案はどのような内容になっているのでしょうか。厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。さて、厚生年金基金という制度は見直しが不可欠ですが、企業が従業員の福利厚生のため企業年金を実施することは国として推奨する必要があると思います。厚生年金基金の多くは企業年金を継続するための上乗せの資産を欠いてはおりますが、上乗せの資産のある基金については継続して企業年金を実施できるよう特段の配慮が必要ではないでしょうか。法案でどのような措置を盛り込んだのか、厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。最後に、私は今回の厚生年金基金制度改革は必要と考えますが、大胆な改革は内容ばかりではなく時期について国民の理解を得ることが必要です。なぜ今を逃さずやることが必要なのか、その点について分かりやすく厚生労働大臣の答弁を求めます。次に、この法案のもう一つの柱である産後不整合問題への対応についてお伺いをします。年金制度については社会保険制度によって運営するということが我が党の基本的な考えです。また昨年の社会保障税一体改革の一環として成立した社会保障制度改革推進法の中でも、年金制度は社会保険制度を基本とすることが明確に示されております。すなわち現役期に保険料を納付する義務を果たしていただき、その納付実績に対応する年金を権利として受け取ることで成り立っているのが年金という仕組みであります。産後不整合問題は一部の方が納付実績に対応した年金よりも高い年金を受給している問題です。具体的にはサラリーマンの配偶者である第3号被保険者が第1号被保険者に変わるときに届け出をしなかったために第3号被保険者のまま記録されてしまったケースであります。その間違った記録に基づいて本来よりも高い年金を受給してしまっている方がいます。この問題は民主党政権期に発覚したものでありますが、当初は不整合であってもその記録に基づいて年金を支給することを制度改正ではなく運用によって処理する方針が決められ実行されてきました。いわゆる運用産後と言われているものであります。この運用産後については自民党からも他の党からも批判を浴び、およそ2ヶ月で廃止されることになりました。田村大臣も当時はこの対応について強く批判をされておられたとお聞きしております。厚生労働大臣として改めてこの運用産後の問題点をどう整理されておられるのかお伺いしたいと思います。運用産後の廃止後はこの問題には社会保険の原則に沿って法律で対処するという方針が打ち出されました。平成23年11月末に法案が提出されましたが、審議時間が取れないまま昨年の衆議院解散により廃案になりました。今回厚生年金基金の見直しと合わせてこの産後不整合問題の解決のための法律改正案が国会に提出されるにあたって、我が党の中でもさまざまな意見がありました。具体的にはこの法案では将来的には納付実績に見合った納付が実現されるわけでありますが、ではこれまでに給付された年金についての不公平は残るのではないかという意見もありました。そのような中で廃案となった法案と基本的には同じ枠組みで問題解決を図るというご判断をされた理由につきまして、
厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。厚生年金基金の見直しにつきましても、産後不整合問題の対応につきましても、対応が遅れると傷口が広がっていく問題であり、いち早く解決に向けて取り組まなければいけないと考えております。今国会で法案の速やかな成立を図ることがぜひとも必要であるということを申し上げて、私の質問を終わります。順次答弁を求めます。内閣総理大臣、安倍晋三君。上川陽子議員にお答えいたします。大工割れ問題の早期解決と母体企業の経営への配慮についてお尋ねがありました。今回の法案は厚生年金本体との財政中立を基本としており、基金が解散するときの不足金や税や保険料による補填は行わず、母体企業が責任を持って国に返還することにしています。他方、こうした返還に際して中小企業の経営に配慮するため、分割納付による返還期限を延長するとともに、事業所管の連帯債務を外すこととするなどの見直しを行うこととしております。財の質問としましては関係大臣から答弁させます。厚生労働大臣、田村憲久君。上川議員からは5問質問をいただきました。まず、厚生年金基金の在庫割れの早期解決と再発防止についてのお尋ねがございました。今回の法案では在庫割れ基金の早期解散を促すため、施行日から5年間の時限措置として分割納付による返済期限を15年から30年に延長する、また、事業所管の連帯債務を外すこと、さらには利息を金利固定とするなどのほか、解散認可基準の緩和等を行います。一方で、代行割れを再び起こさないようにするため、施行日から5年後以降は代行保全の観点から設けた一定の積立基準を下回る基金には、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聞いて解散命令を発動することといたしております。次に、厚生年金基金解散後の企業年金の継続についてのお尋ねがありました。今回の法案では、上乗せ資産のある基金が他の企業年金制度へ移行できるよう、厚生年金基金解散後に事業所単位で既存の確定給付企業年金や中小企業退職金共済に残余財産を移管できる税制上の特例措置を講じております。また、中小企業が移行しやすい企業年金の選択肢を増やす観点から、今後政省令におきまして、より簡易な手続き等で設立できる確定給付企業年金の導入、確定拠出年金に移行する場合の規制緩和などを行う予定でございます。次に、厚生年金基金の改革をなぜ今行うのか とのお尋ねがございました。大行割れ問題を放置することは、公的年金である厚生年金の財政リスクを高めることから、一刻も早い対応が必要であります。また、大行割れの不足分を負担する母体企業の経営にとっても、問題の先送りは事態を悪化させるだけでありまして、
さらには現在市場環境の改善により一時的に厚生年金基金の積み立て不足は縮小しており、母体企業の負担という観点から今まさに改革の好機であると考えております。次に運用3号の問題点についてのお尋ねがございました。運用3号には2つの大きな問題点があったというふうに考えております。一つは年金保険料の納付や年金の受給といった国民の権利義務に関わることを法律によらず課徴通知という運用で対応した点です。もう一つは不整合期間をすべて保険料を納付した期間とみなすことはきちんと届け出をして保険料を納めてきた人との公平性の観点から不適切であるという点であります。最後に廃案となった法案と基本的に同じ枠組みで問題解決を図ることとした理由についてのお尋ねがございました。第3号被保険者の記録不整合問題は現在の受給者の生活への配慮や保険料を納めてきた人との公平性についてどう考えるかという点でいろいろな考えがありますが、早く処理しなければいつまでも不公平が継続するという問題があります。すでにこの問題が提起されてから2年以上が経過しており、この問題の早期の解決が必要との判断から各党にもご理解をいただけるような内容で法案を取りまとめてきたところであり、この法案の早期成立にご理解をいただきたいというふうに考えております。静粛にしてください。